どうもピアキングです。今日は一発マリオ系を中心にいろんなコースやっていきます。でまず始めるコース、トゲゾウとキノコから身を守れ。説明文にトゲゾウと毒キノコと USA キノコに当たらぬよう身を守りながらドアに入ろう。チビ状態じゃないとドアの先にある土管にノーダメージで入れないので注意しようって書いてるんですよ。ということはトゲゾウと毒キノコと USA キノコを避けろっていうコースなんじゃないかな。いや書いてんだよ説明文にその通り。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.6%。 そういや僕小さい頃ですね、傘を持って高いところから飛び降りたらカービィのパラソルみたいに飛べると思ってましたね。いやみんな一回はそう思ったことあるんじゃない。で高いところから実際飛び降りてみたんだよね。そしたら足くじいてしまうっていう。ああ開幕解けピュー。いやその時さ傘が全部逆方向向いてしまったんだけど、じゃあ絶対に折れない傘とかだったら空飛べるんかな。ちょっと試したい気持ちもあるよね。でこのトゲゾウを避けろっていうコースなんだけど、めちゃめちゃ速いこのトゲゾウが。ただこのトゲゾウを避けるだけだったらそんなに難しくないと思ったけど、毒キノコも出てきた。この毒キノコしかもついてくるやつじゃねえか。でまだなんか出んの USA で、この USA はジャンプするんかな。ジャンプする。なるほどね、この USA キノコも避けなくちゃいけないと。でも USA キノコは追っては来ないよな、毒キノコだけだよな追ってくるの。 USA キノコ取りてえよ。でも取ってしまったら先の土管に入れなくなるって書いてたもんな。でもこれ避けるだけ。もう一個出てきた。帰れめちゃめちゃむずい。めちゃめちゃむずいけどめっちゃ面白いね。で USA キノコが2個になったら僕クリアできる自信ありませんよ。この USA キノコジャンプするんだよな。あっあっ一番端っこがいい。ダメー。いい加減にしろ、たかがキノコの分際で。こんなのマリオでもなんでもねえよ。罰ゲームじゃねえか。めちゃめちゃ言ってる。これさやっぱり端っこに寄っておくのが一番簡単な方法だと思うよ。で毒キノコが来たら左で逃げますみたいな。あ絶対その方法が一番いいと思うよ。たださこの USA キノコジャンプするからそれだけ気をつけよう。そうして端っこに寄っておくみたいな。で大ジャンプしたらかわせるんだよな。あ僕は何をやってるんだろうって思いますよ。ただキノコから逃げるだけでワーワーギャーギャーといい大人が騒いでんじゃないよ。恥ずかしいと思う。いや本当にこっからマジで難しいのよ。お前帰ってやって、帰れってお前ら。カムバーク。これ下めちゃめちゃ長くね。 USA キノコが2つになってから相当長く感じるんだよな。でこれさ見てる方はすげえ簡単そうって思うんだろうな。じゃあやってみてくれよ。マジでめちゃめちゃ難しいんだからな。これこれこそあれだね、マリオのよくある見ていて簡単そうっていうコースですよ。どけよお前ら。もう毒キノコ食べたい。もう食ってるか。 USA キノコが2つになってからそんなに長くないっていうのは分かった。だからもうすぐだ、もうすぐゴールがあるんだ。頑張れマリン。あのドアにドアにドアにドア、なんでそんな綺麗な真ん中なんだよ。逆にすごくない、あんなに綺麗に真ん中に行ってドアをスルースルーなんてさ。次こそ入ってみせるぜ。集中させてもらうぜ。集中すれば余裕だっていうところをみんなに見せたいぜ。はいぜ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 、入れ入れ入れ、やったぜやったぜ。これはもうゴールだろ、絶対そうだよな。やったいやこれ本当にめちゃめちゃ難しかったね。最初にこのコースを選んだことを後悔したくないです。いやでもすごく楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、瞬時に判断しろ、間違い探しスピードラン30秒。説明文に全部で5問あります。楽しんでいただけると幸いです。これね間違い探しのコースだと思うんだけど、どうやらスピードランっぽいんですよ。ということは考える間もなく間違いを当てろっていうコースだろうね。これはズタボロになる未来しか見えませんね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.81%。もうスピードランってついてる時点でね、当てれるわけがないんですよ。そんな瞬時に判断できるスキルを僕は持ち合わせちゃいません。最初からマイナス思考だな。で、これはどれを見ればいいの？オンオフオンオフからの。あらー！あ、雲を見ればよかったのか。どこの？多分最初にどっかあったんだろうね。あ、これか。この左の雲のところが間違いですみたいな。なるほどね。スタート画面にあるっていう感じか。っていうことは、これはわからん。よく見よう。みんなもこれやってって。めちゃめちゃ難しいと思う。これ一番上雲がなかった。でこっからヒップドロップ C の、なにこのちょっと難しいやつ。これどこどこどこか分かってて、こっちで合ってないです。
間違えてんじゃん。5問中5問全部違うんじゃない？これは左下だって、こっちに雲があるのが見えて、で次あるんかって、あ、待ってか、これは見えたよ、合ってる。今のめっちゃうまくなかった。そしてラスト、どこだ？わからんわからん、ここでいいかな。最後のワンワンのところめちゃめちゃ難しくない？これ全然違う、あ、真ん中か、真ん中なんか違うように見えた。多分こっちが正解。土管に入れませんね。なら残るは上か下か、もうどっちでもいい、答えなんでね、この先見ればわかるんだ。入れさせんか。ここ全部外すってめちゃめちゃ運悪くないか。でなんか違うんだろうな、3回通ってきたけど全然わかんなかった。何が違う？わからん、わからん、わからん、何が違ったの。ちょっと待って、もう一回戻って見ていいかな。いや、間違い探しスピードランってめちゃめちゃやばいね。前も見なくちゃいけないし、間違いも見つけなきゃいけないんですよ。目4つぐらいないと無理だぜ。でやっぱここ分かんなかったな。多分この先にヒントが書いてるんだろうけど、矢印見えるか。そんなの。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発ネタシャープ31、説明文はブラパを押すだけ。これサムネを見る感じさ、ブラパの下にレールがあるじゃん。そのレールが左向きに来てると思うんだよね。でも右にどんどん押していけみたいな。いや、これできんのかな。下のレールが高速でこっち向きに来てたらめちゃめちゃ薄そうじゃない。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.72%。もうこれはブラパの戦いっていうよりレールとの戦いだと思いますね。でゴール条件はブラックパックンを1体倒してからゴール。さあ始まった。あ、これレール右向きなんだ。だからこのブラパいけー。分かった分かった、じゃあ当たらんようにこのブラパ押していくだけ。え、こんだけだったら全然簡単だよ。てっきりさレールが左向きかと思ったけど、意外とゴール長いのね。でも簡単にクリアできますよと。いやー、早い方法とかあんのかな。結構ゴールとの距離あったよね。でこのブラパもさ、めっちゃ右に行く時とちょっとしか行かない時があるんだよね。ほらさっき言ったでしょ、ほらほら。だからこの早い方法を利用しながら、でここ見て、一旦ジャンプ挟んでみようか。押してジャンプ、押してジャンプ、押してジャンプ、うん、押す押す、もうやり直せ。攻略法とかよくわかんないけど押しまくればいいって話よ。ただ押した瞬間にリンクの盾を戻してなるべく右に早く行く、これがこの攻略法だと思うんだよな。これ右行け。リズムだ、リズムに乗っていこう。たて、てら、らくだ、だんご、ごま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 、ババー。これさ、最後にダッシュするタイミングが一番重要になってくると思うんだよね。最後さ、ブラパがボム兵押すじゃん。で、爆発すると思うんだけど、そのブラパに当たらないようにしなくちゃいけない。このタイミングだ！やったー！さっ！いや、ただ押すだけのコースでしたけど、なかなか奥が深い楽しいコースでしたね。どうもありがとうございます。最速ゲットだぜ。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、だるまさんが転んだ、レッドライトグリーンライト。説明文にだるまさんが転んだの合図があったら見つかってはいけない、 OK の合図があるまでカロンの甲羅の死んだふりで回避せよって書いてるんですよ。っていうことはこのコース本当にだるまさんが転んだできるようなコースなのかもしんないね。いや、こんなコースなかなかないよね。小学生の頃よくだるまさんが転んだをやったな。オチがないなら話をするな。なんか面白いこと言おうと思ったけど特に何もなかったわ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 3.45%。 マジでこのコースはどうやって作ってるんだろうって思うんですよ。だるまさんが転んだの合図って何？なんか合図があるんだろうね。ちょっと黙ってていい？はいはい、分かったかもしれん。今のさ、ペッ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 っていう音があるじゃん。あれが、だるまさんが転んだみたいな感じなんじゃないかな。え、これどこに行けばいいの？転んだ、この辺かな。なるほどね、ここチュートリアルなんだ。で、こっちに行けますよみたいな、ここから本番開始だと思いますよ。ごめんね、僕の声がうるさくて。でもそれね、僕も同じだから。が、転んだ、この辺。よし、これ引っかかった時どうなるか見てみたいよな。どうなるんだろうね。これ上上がれるか。転んだ、この辺か。今の完璧のタイミングだったと思わない？どのタイミングなんだろうな。転んだで死んだふりしたら大丈夫っていう感じだね。ごめん、これね、ちょっと僕マジでうるさいかもしんない。あんまり喋んないが、転んだ。よっ。
楽しいこれ、よく作ったな。で、だるまさんが転んだ。これさ、僕めちゃめちゃ向いてないかもしんないわ、全然喋れない。転んだ、はいはいはい、もうね、一回分かっちまえば簡単ですよっと。で、このバネを避けていく。で、これなんだろうな、転んだ、この辺で大丈夫か。あ、何回もパワーブロックを発動させなきゃいけないと、そういうことみたいですね。いや、これ本当どうやって作ってるんだろうな。いや、今のいけるか。よしよしよし、めちゃめちゃギリギリだね。さあ、ドアに入っていきますよっと。 OK って言ってくれるのも可愛らしいね。さあ、中間ポイント取りのこのオンオフは何なんだろうな。特に意味はない。さあ、いきますよっと。スピードアップ、いいな、それを待ってたよ。めっちゃ難しくてもいいよ。で、これはどんなタイミング。これ神コースやば。いや、想定してるやつよりずっと早かった。なんか転んだ。よし、これ間に合う。なんだよこれまで全然進めねえって。誰前よりお前が邪魔なんだよ。バネが全然進めない。ほら、もうバネ、もういいんだってバネ。お前が邪魔するのはトロールコースだけでいいんだって。頼むって、先に進ませてくれよ。全然進めない。これさ、もう右にダッチしてまた来るって。よし、転んだ。よし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 。で、次は丸々地帯。これは全然簡単に抜けることが、抜けることができませんよ。転んだ。オッケーオッケー、邪魔すんな。これさ、クリア率が高いからといってめちゃめちゃ舐めてたわ。普通に難しいよ。うわ、スネークブロックもあるしさ、転んだ。ちゃんと前の方で死んだふりをしなきゃ落とされるっていうことだろうね。もう遅え、このスネークブロック。ちゃんともうちょっと早く行ってくれよ。転んだ、いけるか。よしよしよし。で、陸地、次の陸地は見えた。あそこの恋の場所に行けばもうゴールが近いんでねえのか。よし、次の陸地だ。で、またバラバラか。で、一回ちょっとここでだるまさんが転んだしようか。転んだ。ちょっと早かったけど大丈夫、大丈夫そうだね。で、ここで死んだふり、そしてドアに入ります。これはもうゴールなんじゃないか。うわ、まだある。ミックスって何、両方混ぜるってこと。もうそんな面白そうなのいいって。次どっちだ。もう無理だって。転んだ、いけるか。よしよしよし。これさ、上の誰だっけ、このルドウィックだって、こいつを倒さなきゃいけないのか。さらにめちゃめちゃ難しくないか。どっち次。転んだ。よく聞けば簡単じゃねえか。さあ、ルドウィック、2回目だぞ。あと1回でお前とはおさらばだ。さあ、次はどこに来る。左とかに来そうじゃない。転んだ。ゴムか。もう落ち着いてやればね、意外と簡単だっていうことを気づいた。ただこのルドウィックを倒すのがちょっとめんどくさい。どっち、何か。よし、OK。で、ここで転んだ、転んだ、転べー。これさ、マジで無言になってしまうね。さあ、これで3回目。ちょっとこっち来いよルドウィック、次早いの来るんだって。え、水かけて、転んだ。よし、あ、あ、それじゃダメ、こそだまー。あと1回当てれば倒せるんですけど、ここで当たんないかな。よし。いや、本当にめちゃめちゃ面白かったね、これ。THX、再建。で、したのはダルマかな。めちゃめちゃ可愛らしく作ってくれてますけど。何これ。最後もやれってか。が、こ、ろ、んだ。これで大丈夫？最後の最後まで遊ばせてくれると。いや、本当にこれはナイスアイデアコースでしたね。すげえ楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオリズムでジャンプ。説明文にハマれば爽快、沼れば後悔、打掃脳汁、ドーパミンブシャーって書いてるんですよ。書いてないことをわざわざ発狂すんだ。で、このコースはサムネを見たまんま一マスしかない隙間をくぐっていけっていうコースだと思うんだよね。いや、これさ、クリア率結構高いけどめちゃめちゃ難しいんじゃない。まあ、タイトルの通りリズムでいけば簡単なんかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.29%。そしてリズムといえば私の出番ですよ。これまで数々の一発マリオをリズムに乗りながらクリアしてきました。だからこのコースもリズムに乗ってサクッとクリアしちゃいますよ。まずこの鍵扉は何なんだろうな。どっかに鍵があるとか、いや、そういうわけじゃなさそうだな。これ戻ってくるとかないよね。まあ、いや、一旦行ってみようか。あーこれぶっつー。いや、せめてリズム掴みたいよな。そのリズムを掴まないと絶対に行け。
死ぬ。あんな何度もやってたら僕過呼吸になっちゃうよ。しかもさ、右に鍵があったから戻ってこいっていうことなんじゃない？で鍵ドア入ってゴールみたいな。いやそれめちゃめちゃむずくないか。この辺だよな。これ慎重に行こう。で、ジャンプぐらいせ。これさ、やったらわかる。本当にね、ぐらいしか言えなくなるのよ。語彙力なんてあったもんじゃないね、このコース。まあもともと僕はないんですけどね。さあ戻ってきた。ここから集中していこうか。ゴールだろこれ。いやー、なんでよ。誰か助けて。多分ですけど、ドアに入る時があるじゃん、最後鍵ドア。あれをめちゃめちゃ右側で入らなくちゃいけないんじゃない？だからこのタイミング絶対これでゴールできると思うよ。いや想像以上に難しかったけど、めちゃめちゃ楽しいコースだったね。どうもご視聴ありがとうございました。